天才ホスト。なんすかマジでこれ。タイトルも格好もダサ。はい、天才ホスト有福になります。違う。いきなりそんなの言われても、あれやばいっすよ。なんすかタイトル。俺の YouTube の。天才ホスト歩夢。天才ホスト歩夢くん。ふざけてんのかマジで。いや佐藤さんやばいっすよ。何でよ。自分で天才ホスト歩夢くんチャンネルやばくないですか。自分で言うと恥ずかしいと思ったから声は僕がやってる。でこれなんすかじゃこれ。僕天才ホスト。いややっちゃうんだよな、なんかその。いいじゃないですか。いやまあ、これで行くんすかこれからも。俺ハロー YouTube とかなんかどうも。朝倉未来ですとか入んねんがいいっす俺。えなんかこれなんすかこれ。ちょっとやってみてください。じゃあハロー YouTube。 ハロー YouTube。 じゃあつまんな、つまんなって言ったらその人たちがつまんないみたいになっちゃうんで。いやあの人たちだって乗り気でやってないじゃん。あまあまあ確かに確かに俺も乗り気じゃない感じがいいっす。じゃあこうやって手伝いますと乗り気じゃん。めちゃくちゃほらもうめちゃくちゃ乗り気じゃん。今日はやっぱり歩夢くんをね、まあ、7、8年前からホストゥイ見てる方とか、はい、ホスト狂いしてた人はよく、まあ、知ってると思うんですけど、はい、最近の方ね、知らない人もいるかもしれないので、はい、ちょっと歩夢くんのね、ホストの歴史をね、どんどんちょっとね、振り返っていこうかなと。わかりました。はじめ、イケパラグループいましたね。イケパラグループいましたね。はい。で、あの頃は、手がしじみみたいな目ってよく言ってましたね。そうっすよ。二人だったのに。二重だったのに目がしじみ小せえ小せえ言われて、はい、なんすかあれ。これがムカついてめっちゃ整形して、はい、今ディレクターけ勝ち分かんないっす。勝ちか負けが分かんないっすマジで。まあまああったっすね。イケパラグループから独立したバイコレクショングループですね。行きましたね。そこでもう一回ホスト界のアイドルのトップを肉みしましたね。しましたね。あれは間違いなく間違いなく。マジでイベントやって10人も来ればいいねなんて言ってたら朝から並びで7割俺ファン俺のファンほぼ。いやそうでした、ね、あいつら俺で成り立つだっていやマジあったっすね。いやすごかったですね。そこで結構いましたよね。結構いたっすね。マジで結構いたっすね。そこから移籍ですね。26、7の時に勝負しました。歌舞伎町を赤に染めるってやつ。そうっすね。血で染めるそうなんですか。違う違う、その喧嘩じゃないんですよなんかその東京リベンジャーズ血のハロウィン今乗っかっちゃってんすか今。やめてください。あのデッテブームを起こしてもうすごかったっすよ。神セブンですよ、あのレッド、あのオールスター、あそこに入っちゃってすぐ。入っちゃった。で、1番打っちゃった。打っちゃった。え、でも本当にあそこで1番でした、あの7人の中で。いや、あの7人の中だったらまだ当時は、6とか。ダサ5とか。あー、まあ、でもまあまあダサいですね。4とかだ。いや、でもダサいですね。いやいや、まあ、バイエルですよね。その、レッドにいた、山田北斗が出した店です。まあみんな知らないと思うんですけど北斗が言った。だからさっきから名前言わないようにしてるんですよ。みんな知らないと思うから。え、なんで一回バイオレットに行ったんですか。あ、いやそれはでも単純になんか俺7月からホスト始めたかったんですよ。7月え俺英語喋ってるんですか。ちょっと待って、7月からホスト始めた。で、どういうことじゃないですか。俺そもそもレッドを辞めたのが2月だったんですよ。だから3、4、5、6って なんか俺の中でキリ悪かったんですよ。だから3月、4月とか休んでじゃあ5月からやるか5月かなんかキリ悪いのいろいろ考えた時に一回ホントホストで上がろうと思ったんですよ。絶対嘘。絶対だってホスト上がったら何するんですか。だって何もできないじゃないですか。女31でまだまだかっこいいから女とか言ってられるけど、どうするんですかおじさんになったらこれから。本当っすよ。マジでならないっす多分俺はならないっす。ならない、はい、おじさんにならない。ならないっす。40でも多分これっすよ俺。マジっすか。多分普通に病気っすだもん。でも歩夢くんでも顔だいぶ変わっちゃいましたよね。でもそんなことないっすよマジで。俺鼻もまあやってないじゃないですか昔から。鼻は唯一で俺目だけやり直したりとかフェイスラインちょっと上げたりとか骨削ってないんで。でも俺もう変わったって目だけっすよほぼ。めっちゃ失敗してない。これしますよマジで。何てことですか。成功ですか。あ、めちゃくちゃ成功です。じゃあほぼ 目だけ。目だけですね。だからほんと変わってないですよ俺。肌が異常なぐらい綺麗になったぐらいで。何やってるんですか。お金で
あ、ハイフはやってないです、ここ。ああ、意味ないんで。あ、だから糸リフトっすよね。糸リフト、もうちょい糸で引き上げるとか、ちょっと脂肪吸引して。ああ、脂肪吸引はするんですか。まあ、ちょっとだけしましたね、一回だけ。ぐらい、ほんとそれぐらいですかね。あ、そうなんですね。だからなんか、もともとかっこいいのに、なんでそんないじるんだろうと思ってたんですよね。かっこいいけど、さらなる高み、目指せ。で、あとね、カメラさんちょっと寄ってほしいな。ネックレスよ、ネックレス。いやいや、見せ物じゃないっすよ。クロムダンスの人がね、見たらどう思うのかな。あ、全部つけてみたいな。いや、違う、クロムハーツの人も今喜んでますよ、マジで。いや、そんなついてないっすよ、言うとって。何それ、ちぎれないの、これ。いや、ちぎれないっすよ、ティファニーさんのおかげで。ちぎれない、ティファニー。はい。クロムハーツのやつ切れちゃったんだよ。あって、なんか、あって思って。なんでそんないっぱいつけるんですか。え、じゃあまあ、じゃあ佐藤さん、もともとずっとつけてたじゃないですか。クロムハーツあったじゃないですか。で、あの後、ダサって思って、で、もうずっとつけてなかったんですよ、もう何年も。で、レッドに行った時にもう一回輝かないとなって思って、もう一回つけ始めて、足して、で、気づいたらこんなになっちゃった。え、手とかも全部クロムハーツですか。まあ、めっちゃ高そう。いや、もう金額マジで忘れちゃったっす。ただまあ、なんだか300万の買い物も忘れちゃうぐらい金持ってるんじゃないですか。ベンツはね、ゲレンデの真っ白もね、運転手付きじゃないですか。アルファード持ってて、レクサスもあって、いっぱい車あるんです。え、ハルキ返さんですか。誰がハルキ返さんですか。俺ポジティブめっちゃ足りてるんですよ、マジで。夢あるっすよ、マジで。だから、すごくないですか、佐藤さん。俺、唯一、昔から名前が伝えてない。すごくないですか、俺。でも、頑張ってるっすよね。頑張ってね、しがみついてんすよ。若者世代、Z 世代っすよ。やばいっすよ。うわー、乗ってるね。だからキラキラしないとと思って。まあ、でもね、分かるんですけど、ピーチになっちゃうかもしれないです。正直言っていいですか。ミーションを見たら、何言ったのみたいに見えるんですよ。あ、何なんだろう、グッチだらけで、セリウムの帽子にクロムハーツにロレックスって。どうなんすか、これ。そうそう、ち、違うっす。これは撮影とホストでしかこんなの身につけるわけないじゃないですか。俺、私生活マジでやばいっすからね。自由切るか。そんなんかさ、いや、佐藤さんやばいっすよ。悪いやつだと思われるじゃん。いやいや、ちょ、普段は違うんです。もう俺、プライベートなんてゴールド1ミリもつけないっすからね。なんかプライベートでゴールドこそ成り金じゃないですか。これ撮影とかホストだからいいじゃないですか。これもう全然つけないっすよ、俺もう。ジェラピケ来てないです。来て、じゃあ何が面白いか分かんないって。もうちょ、今何が正解、自由って言った方がよかったのか。顔もでもマジでかっこよくなったと思いません？あ、僕はですね、個人的にはワイ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 ってやってる頃が一番なんかね、顔は好きだった。違うっすよ、時代に追いつけない。今 Z 世代ですからね。やめる時って節々ってなんかやっぱあるんですか。今までじゃあ、イケパラさん、マイコレさん、レッドさん、マイオレさん4回やめる時が来てるじゃないですか。はい、ここ決心みたいなのあるんですか。っていうかまあ、決心っていうか、もう最終的にはもうやっぱトップダンディで働きたかったんで、ホストの憧れじゃないですか、やっぱり。だからそのいろんなとこ移ったっていうよりも、まあ別に好きな人と働いてたっていうだけです。で、働いてて、で最終的には好きな人じゃなくて、それこそ箱っすよね。あそこの箱で働きたい、みんな。今まではこいつがいるからとかで、こう好きだから一緒に頑張ってたとか働いてたとかあったっすけど、言うたって結構俺ほら情あるじゃないですか。ないか、ないか、やめてんのか。でまさにそれで30超えてから行こうかなって思ってたタイミングで、やっぱ決心ついて、でヴァイオレットもやめて、ついにっすよ、満を持して。満を持して、これ本当に満を持してっすからね。これあれですよね、数ヶ月ぐらいだったらまた遺跡とかないんですよね。マジあるかもしんない。これでもそれもちゃんと撮ってくださいね、俺が辞めるときに。俺多分ナンバー撮れなかったら辞めるかもしれないんで。えー、いや、それそうでしょ。あれから勝てる土俵で勝負するタイプ。情けない、そんなホスト。勝てる土俵でしか戦えないホスト、情けな。いや、でも本当にね、アイム君にはトップダンディのナンバーワンというよりも、諸業界のスーパーライト1番。俺なりたいっすよ。俺は目指してもらいたいですよ。佐藤さん始めるときにそれ言ったじゃないですか。でも、え？
今ポジション歩いけるみたいなって思ったんですけど、契約してやろうって決心ついて、またこれで行きたいっすよ俺。今やっぱ YouTube いっぱいホストやってるじゃないですか。あれ超えたいっす、優位に超えていきたいっす。その能力ありますかって言ってるんですよ。僕はですよ。俺ですよ。俺の話っすよ。俺はその質はあるんですかって聞いてるんですよ。なんであんたの話するんですか。顔映してないでしょ。歩くんのジャンルは誰もできないから。やっぱ廃れないように俺もしがみついて、今このやっとプロがちゃんとやってくれる YouTube までたどり着いた俺、これはもう運命ですよ。え？違う。え？何すか？嬉しい。これだから俺がこの移籍のタイミングでこの YouTube も始めたじゃないですか。でこれナンバーワン取った時えぐくないですか？その時密着入ってよね。え？前回はもう密着とかやってない。あれ消して。無理無理だって、ハープしちゃってるもん。いやいや、あれやばいっしょ、あそこが一番だったどうしよう。じゃあまあ、要所要所はお店の撮影もじゃあ早いってことですけど、しますか。ね、だからさっきの密着しないは撤回で、俺が一番の時だけ撮ったりとか、盛り上がる時は入れていいっすよ。じゃあ、ね、分かっていただけましたでしょうか。いや、別にね、あんな密着なんか俺やんねえからって言って、もう第2話で早く。ね。これが北条歩です。忘れちゃってたもんね、はい。さっき撮影したんだけどね。じゃあね、歩夢くんのね、ポスト歴史をね、ちょ今日は分かっていただいたということで、今日はね、これぐらいで締めたいと思いますので、はい。全然俺やる気ないんですよこれ。はい、じゃあね。これ嫌なんだけどマジで。